韓国人はこれほどまでに、対日戦争に、はまっているわけですけども、その恨みは一体どこから来たんでしょう。パク・クネ大統領は加害者と被害者の関係は1000年経っても変わらない、というふうに言い放ちましたね。じゃあこの一体1000年間、世界では、地球では何が起きていたでしょうか。新大陸に移住したアメリカ人は先住民のインディアンを駆逐しましたね。土地を奪って、そして17世紀から19世紀にかけてはアフリカからそれこそ多数の黒人を強制連行して牛馬同然にこき使いました。ヨーロッパの国々に至ってはもう20世紀の前半まで、もうアジア、アフリカのほとんどを植民地にして収奪の限りを尽くしましたね。あのナチスドイツはホロコーストで何百万人ものユダヤ人を殺しました。そして共産革命、共産主義政権の圧政で亡くなった方は9000万とも1億とも言われています。パク・クネ大統領の言う千年の恨み、これが本当の普遍の真理であるとすれば、私たちは、人間は過去に縛られてもう一歩も前進できなくなりますね。それどころか、この世は恨みばかりが渦巻いてしまって、人類に和解の日は永遠に来ないのではないでしょうか。しかし私たちは、それほど人類は愚かではありませんでしたね。あらゆる惨禍を過去のものとして共に歴史を作ってきました。アジア、アフリカの植民地は20世紀前半の日本の捨て身の戦いによって全て解放されました。そして今や有色人種と白色人種は過去の恩習を超えて対等の立場に立つようになったわけです。アメリカの大統領ですら今黒人系になっているわけですね。じゃあなぜパク・クネ大統領はそういった人類の進歩に逆らうような千年の恨みを言うんでしょう。そこにはですね、この朝鮮民族特有の恨みという字を書く恨という意識が作用しているんです。この恨とは単なる恨みというような生易しいものではないんですね。長年たまりにたまった不満、そして憎悪をバネにした生きるためのエネルギー、それが恨なんです。では、こういった朝鮮人、韓国人のに特有のですね、この憎悪のエネルギー、この恨は一体どのようにして彼らの心に発生してきたんでしょうか。実はそれは韓国人、朝鮮人の歴史に深く根ざした怨念、そこにその根本があるんです。韓国の教科書には、李氏朝鮮、あの時代はもう牧歌的でとってもきらびやかで情緒豊かな、そんな時代だった美しいように書いてありますね。いわゆる韓流ドラマを見てもですね、宮廷のきらびやかな光景ばかりが、強調されて、なんとあの時代に憧れるような日本のファンさえいるというふうに聞いています。しかし実態は全くその逆だったんですね。李氏朝鮮518年間、これは王族もそして貴族も地で地を争うような権力闘争の継続だったわけです。主な事件だけでもですね、たくさんございます。例えばですね、1452年から55年にかけて、世宗の乱というのがありました。これは第6代隋宗王の、隋宗王ですね、の叔父の、主要大君ですか、これが王権奪取のために重臣数百名を虐殺して第7代世宗王に即位した事件ですね。それから1498年は母后歯科といいまして、いわゆる功績を積んだ役人である君宮派と、新しく科挙に合格した役人である士林派、この間の争いがありました。そして敗れた士林派の主要メンバーはことごとく虐殺されて、そして既に死んでいた代表格の金秀直という人の墓は暴かれて、遺体がバラバラに切られました。1504年には孔子歯科、これは第10代円山君が聖母を死に至らしめた嫌疑で重臣を大量に虐殺しました。
そして続いて1506年、今度は中州藩政といいまして、その円山君が失脚して、その円山君の取り巻きは全部処刑されました。さらに1519年は希望しかありまして、この時は特権階級を追われた役人たちの関係によって、全閣僚とその配下が流罪の後全部死刑になりました。1545年は一死しかとありまして、第12代明州王が即位に伴って、それまでの実権のあった市林派約100名が虐殺されて、関係者が大量に島流しになりました。1689年は岸しか、第19代周宗王の中心であった宗寺烈が関係によって死罪となり、その配下も全て流罪となったわけです。まあ、ここに挙げたのはほんの一部ですね。もうつまらない、いわゆる儒教論争が随分続きました。王妃と見かけの対立で、まあ、犠牲者が出たことも随分ありました。李朝末期にですね、キリスト教の布教活動を行ったフランス人宣教師シャルル・ダレは、その朝鮮事情という著書の中でこういうことを言ってますね。敵の陰謀によって官職や命を失った貴族は、その復讐を子孫に委ねる。たとえ父が合法的に殺されたとしても、父の仇あるいはその子を父と同じ境遇に陥れなければならず、また父が流罪になればその敵を流罪にしてやらなければならない。父が暗殺された場合も同じ行為が求められる。まあ、こうしてですね、李朝時代の支配階級では、まあ、生臭い凄惨な争いが何代にもわたって繰り広げられたわけです。まあ、ここに一つの反の原点があると思います。またですね、李朝時代はものすごいですね、韓国では、身分制度が激しい身分制度がございました。上は王族から下は主に至るまで、厳しい、その身分制度が敷かれたわけですね。でこの中でですね、この王族と両班までが支配階級でございました。で、実は李氏朝鮮時代地方に派遣された役員には俸禄がなくて、こういった、この役人たちはですね、この地方の両班、不人地の両班と結託して、まあ、税金を絞り取るだけ絞り取ったわけですね。賄賂をもらうことも自分の権利と考えていました。まあ、一箇所の任期はですね、まあ、せいぜい、まあ、1年から2年です。ですから、そういった役人たちは地方へ行って住民からその間絞り取るだけ絞り取ったというわけですね。でこのために庶民の暮らしは非常に惨めでした。ヤンバンはこの常民の妻や財産をいつでも奪うことができたんですね。そして農民はいくら作物を作っても税金として取られるばっかりですから、生産する意欲をなくしてしまいました。まあ、しかし、まあ、彼らも人間ですね。まあ、上層階級からの屈辱的な差別に、まあ、どれほど自尊心を失ったか、傷つけられたか、大変だったと思います。いつかきっと子孫がその恨みを晴らしてくれるだろう、ただそう思って耐えていたに違いありません。その恨みが何代も続くうちに、庶民の心にも憎悪のエネルギーが生まれて、まあ、それが抑圧に耐えて生きる力になりました。このように、李朝500年を通して、朝鮮では上も下も問わず反、つまり、憎悪のエネルギーで生きる、そういった風土が根付いていったんですね。韓国の歴史の中でこうやって生み出されたさまざまな反は、戦後の徹底した反日教育によって日本に対する憎悪のエネルギーへと修練していったんです。慰安婦問題など度重なる歴史の捏造によって、そのエネルギーはさらに自己増殖をしてきました。そして今や、まあ、日本への反、まあ、これは、千年の恨みにまで、まあ、膨らんでしまったわけですね。そしてもうブレーキが効かないような反日感情まで高まってしまったわけです。まあ、そしてそれとともに、韓国の人々から、まあ、ほとんど自分たちがどんなグロテスクなことをやっているかということがわからないようなレベルにまで、まあ、理性的な判断力が失われて、だからこそあの朴槿惠大統領までが
あっちこっち告げ口をして反日を叫ぶんであれば、どこの首相あるいはどこの大統領でも自分に味方してくれるだと、そのようなですね、錯覚に陥ってしまったというのが実態でございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。